ルーク・ウィリアムスは、ニュージーランド・オークランド出身の元プロレスラー。兄貴分・ブッチ・ミラーとのタッグチームでの活動で知られる。1962年、NWA ニュージーランドにて15歳でデビュー。スイート・ウィリアムを、リングネームに、1966年よりボブ・ブッチ・ミラーとのコンビで活動。東南アジアを経て1972年に、 カナダのモントリオール地区に参戦後、1973年に、カルガリーのスタンピードレスリングに進出、当時ニック・カーターと名乗っていたミラーとザキウィズを結成する。1974年9月、カーターとのザキウィズとして、スイート・ウィリアムスの名義で、国際プロレスに初来日。9月16日に、立山にて、ラッシャー・キムラ・グレート・クサツの岩世界タッグ王座に、 挑戦した。国際プロレスには、1976年7月にも、単独で再来日している。1979年5月には、ミラーと共に全日本プロレスに参戦。同年より、チーム名をザ・シープ・ハーダーズに改め、ヒールのタッグチームとして、各地を転戦。プエルトリコの WWC では、アブドーラ・ザ・ブッチャーとも共闘している。 1981年下請より、ミラーが一時的にニュージーランドに帰国した際には、同じ南半球のオーストラリア出身のジョナサン・ボイドを新パートナーに活動。アラバマの c w では1982年9月に、ロバート・フラージミー・ゴールデニア、ミッドナイト・エクスプレスと NWA サウスイースタン・タッグ・オーザを争い、テネシー州メンフィスのクアでは、 同年12月13日、ファビュラスワンズから、アワ南部タッグ王座を奪取。テキサス州サンアントニオのサウスウエストチャンピオンシップ、レスリングでは1983年5月7日、ザ・グラップラーズを破って、SCW サウスウエストタッグ王座を獲得した。1983年6月に、ボイドが交通事故で欠場してからは、 ボビー・ジャガーズをパートナーとしていたが、7月のボブ、スー,イータ・スイート・ム・ンド・スィート・ブラウン・シュガー戦の試合後に、ジャガーズを裏切って仲間割れ、同年11月よりミラーとのシープ・ハーダーズを再結成する。以降、南部エリアを中心に各テリトリーのタッグ王座を再三ダッシュ。日本ではタッグ泥棒なる異名をつけられた。1987年2月には新日本プロレスに来日。 IWGP タック王座の決定リーグ戦に出場している。1988年末、チーム名をブッチルークのザブッシュワッカーズに変更し、ブッチとは重慶定同士という設定で WWF に登場。WWF ではコミックリリーフを担当するベビーフェイスのベテランチームとして売り出され、そのコミカルなキャラクターで子供ファンの人気を集めた。 1990年12月には、当時 WWF と提携していた SWS に来日している。以降、WWF には1996年まで長期間にわたって在籍し、退団後もブッシュワッカーズ名義で、ブッチと共にインディー団体を転戦。2001年4月1日には、レッスルマニア X7 のギミックバトルロイヤルに揃って出場している。引退後は、 ブッチとは別の道を歩み、かつての主戦場でもあったプエルトリコに居住して、岩のブッカーを担当。各地のインディー団体にもスポット参戦しており、2007年12月にはティネに登場。2008年と2009年はローにたびたび出場。2010年6月はカナダのバスコシア州の有志サマーエクスプロージョンツアーに参加した。2010年11月22日、 スマッシュがプロデュースするワールドレジェンドリバイバルの第一弾選手として SWS 以来の20年ぶりの来日が実現 JCB ホールで行われたスマッシュ10に出場し小玉雄介から勝利を収めた2015年ブッチミラーとのザブッシュワッカーズで WWE 殿堂に迎えられたスイートウィリアムスに関するカテゴリーありがとうございます